西川。西川株式会社、西川は、日本の寝具メーカー、羽毛布団やマットレスといった、布団関連製品の製造、卸販売を主要事業としている。事業の源流は五百六十六年創業と、古いが九百四十年代から二千十九年までの間、会社が、複数に分かれ独立採算で経営していた時期があり、その期間に、 それぞれの社名や通称から生まれた、東京西川、京都西川、西川リビング、大阪西川などのブランドも用いられている。大海の商家西川家に生まれたニエモンが1566年に、蚊帳の販売を始めた、西川グループではこれを、創業年と位置づけている。この後、豊臣秀治による、八幡、現在の滋賀県大海八幡市への八幡山城。 追いに際して、西川家はこの城下に移住、八幡商人した。三重門は1587年に、同地で山形屋を開設し、蚊屋の製造、販売を開始、後に畳表の製造、販売も行った。江戸幕府が開かれて、江戸の日本橋、現在の東京都中央区付近へ商人を誘致したことに伴い、山形屋は1615年に、 江戸の日本橋に支店、つまみ棚を開設した。三重門の息子神五郎が考案したとされるおみがやの、ヒットで商売は軌道に乗り、日本橋を本拠として、数代にわたってかやとんや、弓問屋と商売を広げていった。1750年に京都に経店を開設。当主が7代、リスケの代に、3つ割銀、年2回の決算後に、利益の3分の1を、 方向人に分配する、賞与のような制度、情報目録、方向人に分家の資格を与える制度のルールを明文化、情報書、家事など、富士の出費に備えた資金の積み立てと運用などの制度を導入した。明治時代となった11代、神五郎当主の第2、1876年に大阪店を開設し、1887年に、 後の主要事業となる布団の販売を経大阪の両店で始めた。1920年に給与制を導入。1929年にボタン文字を用いた西川の商標を制定。同年に製殖部門として大見がや製造株式会社、現、西川テックスが設立された。1941年大阪に震災橋店を開設。 同年に既存の店舗を法人化し、経店を株式会社京都、西川、大阪店を株式会社大阪西川、後の西川リビングとする、法人としての京都西川及び西川リビングの設立はここを起点としている。空襲によって1945年に消失した東京日本橋のつまみ棚店を1947年に再建し、株式会社西川として法人化。 同店舗内に卸部門として西川産業株式会社を設立した。日本橋店を株式会社西川とする法人としての西川、西川産業、日本橋西川の設立はここから起算。2018年7月10日、西川グループ、工事数の3社、西川産業、京都西川、西川リビングを経営統合すると発表。 2019年2月1日に西川産業株式会社を存続会社に株式会社京都西川、西川リビング株式会社を合併し西川株式会社に社名変更した。本店所在地は旧西川産業の東京都中央区だが本社機能は統合3社の本社所在地をそれぞれ東京オフィス、京都オフィス、大阪オフィスとして並存させている。 西川で会社分割が進められた1940年代以降、およそ70年以上にわたって、西川産業をはじめとする同婚企業5社とそれらの参加企業は、法人としての親子関係などは持たずに、ボランタリーチェーンとして西川グループを結成していた。チェーン各社では、西川の2文字を丸くかたどったボタン文字のロゴマークを共同で使用し、ブランドは共有しつつも、 商品の製造、販売それぞれが独立して行ってきた。2019年2月1日に製造、卸部門の3社、西川産業株式会社、東京西川株式会社、京都西川、西川リビング株式会社、旧大阪西川は、経営統合により同一法人の西川株式会社、あと株西川となり、新たにボタン文字ではなく、 直線的な文字を用いたロゴマークを採用した。一方で、販売部門の株式会社西川、全株西川、日本橋西川と株式会社新災橋西川は、統合はせずにボランタリーチェーンを維持する。なお、同業の昭和西川株式会社は、西川神五郎商店の製造部門として、設立された企業の一つで、ロゴマークも異なるほか経営統合にも加わっていない。 近年は、ホームファッション製品を製造、販売する企業として、主に布団や、隠しカバー類のほか、ベッドタオル、リラックスウェアクッションなどを扱っている。このほか、温熱治療機、ドクターセラシリーズの製造、卸売、一部のボランタリーチェーンを対象に、宝飾品、ラザールキャプラン等や、浄水器、マッサージチェアーなども取り扱っている。ハウスブランドに、 無地カラーで素材感を追求したクオリアルアフィットなどがある。OEM ブランドとしてウェッジウッド、サンダーソンなどを製造するほか、アンパンマン、ハローキティ、機関車、トーマスなどのキャラクター商品も扱っている。夏場に良感を得るパッドシーツ等やユーザーの使い方次第では、夏場はタオルケット、冬場は肝素材の布団カバーとしても使用できる。 タオルカバーがあり、OEM での商品展開も行っている、サンダーソン等。なお、素業として製造、販売した蚊屋は、現在でも少数ながら取り扱っており、大人用のほかオルゴールが付いた、乳児用などの商品がある。2018年3月8日21時頃、大トネ物流センターで出荷し、10日4時に沈下が確認された。 全焼となったものの業務終了時間後だったため、警備員以外は無人で人的被害は出なかった。この火災で警察は大トネセンターのアルバイト従業員を放火の疑いで逮捕した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。